パーマー・ヘイリーはアフリカ系アメリカ人作家。その著書である、ルーツによって有名である。ニューヨーク州イサカにて出生する。父親は大学で農業を教える教員であった。同年、一家はアメリカ南部テネシー州ヘニングに転居し、ヘイリーはそこで5年間を過ごした。母親は小学校教師であったが、彼が10歳の時に死去している。 1939年5月24日、ヘイリーはアメリカ沿岸警備隊に入隊した。やがて当時黒人でも慣れた数少ない階級であった三等兵装に昇進した。第二次世界大戦後、ヘイリーは広報部門へ転属願いを申請し、許可されてジャーナリズムの世界へ入る。1949年には一等兵装に昇進、後に兵装長まで昇進し、 1959年に退役するまでその階級にあった。彼はアメリカ沿岸警備隊のチーフジャーナリストを務め、退役後はリーダーズダイジェストの編集士官となった。また彼は1965年に口実を筆記する手法でマルコム X の自助伝を著作した。彼の名を世に知らしめた代表作ルーツは彼自身の一族の来歴をたどった。 歴史小説である。西アフリカのガンビアで生まれ、1767年に奴隷狩りに捕らえられ、アメリカ合衆国に奴隷として売られたヘイリーのソソソソソフであるクンタ・キンテとその子孫たち数代の軌跡を描く。ヘイリーはルーツの執筆に12年を費やした。ルーツは全米ベストセラーとなり、ノンフィクション部門のピューリーツァー賞とスピンガーン賞を受賞する。 続いて1977年にテレビドラマ化された。しかし、ルーツは完全なドキュメンタリーではなく、一部に創作された内容も含んでいる。ヘイリーは、ルーツ及び、マルコム、自助伝において、事実を事実として述べず、小説として構成したことで論理を読んだ。マルコム X の家族及びネーションオブイスラム教団は、ヘイリーが、マルコム、 自助伝で史実の一部を歪曲したとして非難している。著者ヘイリーは、ルーツを、ファクトとフィクションを合わせた、ファクションだと述べている。一方、ルーツについては、盗作部分があるとの意義が何度か提出されている。ヘイリーは、ある訴訟で、ハロルド・クーランダーの、ザ・アフリカンの一説を盗用したことを認め、5万ドルを支払うことで和解した。1988年には、 マーガレット・ウォーカーが、ルーツは、彼女の小説、ジュビリーを登用したものだと訴えたが、これは裁判所に却下された。さらにヘイリーは、プレイボーイ氏で行った、いくつかのインタビューでも有名である。同じ黒人であるマイルス・デイビスへのインタビューで、人種差別に関する質問をすることなく、行っているのは特筆される。1980年代末、彼は、 黒人奴隷と白人の主人の間に生まれた自らの祖母、クイーンを主人公に2作目の歴史小説の執筆を始めた。ヘイリーは1987年にカリフォルニア州ビバリーヒルズから故郷のテネシー州へ転居したが、1992年2月10日、シアトルのスウェディッシュ病院医療センターで心臓発作のため死去した。未となった作目は彼の依頼によって、 デイビッド・スティーブンズの手で完成し、アレックス・ヘイリー著、クイーンとして刊行された。同作は1993年に映画化された。1999年7月10日に、アメリカ沿岸警備隊は海軍から遺憾されたイーデントン救急難関一番艦のイーデントンを彼にちなんでアレックス・ヘイリーと改名した。ありがとうございます。